はい、どうも、はじめましての方、はじめまして、そうじゃない方いらっしゃいます。矢上隼太がお送りします、エルミア実況動画パート2でございます。というわけで、前回はですね、こちらのフォレスト、レイク、ケーブという3ステージをプレイしていたのですが、本日はこちら、スカイから先を見ていきたいと思います。というわけで、早速ですね、どんなステージか見ていきましょうというわけでございまして、前回からですね、もうこのマップ移動の演出の時点でですね、どんな感じのステージかなというのはなんとなく予想がつきそうな感じになるんですけども、今回のですね、こちらのスカイに関してはこの上昇気流がですね、基本的なメインとなるんですが、ここからもう地上ではなくて完全な空中の方に出ていくんですね。で、視点がですね、上側に進んでいくんですが、この上に対しての隙間がこれぐらいしかないので、ガンガン突っ込んでると大体障害物にぶち当たるっていうですね、まあ言うてね、1回2回ぐらい食らったところで、だったらまあなんだろう、回復すりゃいいんちゃうのってところがあるので、ある程度はね、突っ込んでっても問題ないかなと思うんですけど、にしてもね、ダメージ不可避みたいな。ここはね、なんだろう、1回も食らわないでクリアとかがね、私は性格上ちょっと難しいステージかなというふうに思ってるんですけど、取れなかったですね、ハートね。まあ痛い。まあまあ1回ね、2回ぐらいのハートはなんとかなるんじゃねえのって。ガンガンしていきましょう。どんどん、ステージが進んでもですね、この空中のステージは未だに続きますと。このね、スカイはね、私正直ね、あんま得意じゃないんだよね。スクロール先のさ、視点が狭すぎて、ほんとなんだろう、下の方がなんだろう、幅が多くて、上の方がなんだろう、あんまり見えてないじゃない、このゲーム。だからね、もう毎回、んーがーってなりながらね、プレイするんですけども、まあ。まあ、スカイはね、そこそこハートの数が、適切に配置されてるので、そこまで、なんだろう、うわ、死んじゃったみたいなことはないし、アクション苦手でもね、ゆっくりとプレイすれば全然逆に言うとスカイは簡単な部類だと思うから、そこら辺はね、全然、触られる方によっては、ここはなんか印象に残らないぐらい簡単だったなって人もいると思うんですけど、でもここはね、もう本当に少女は下に、なんだろう、本来のステージだと重力でね、下に下がっていくんだけど、下に下がることもないので、とにかくもう少女を上に上げていくだけ。なんで、ここはね、なんか、随分と、私はダメージを食らいながらなんでございますけども、もう、ダメージ必死、回復必死っていう感じで、どんどん進んでいくステージ、感じのステージですね。さて、痛い。もうならもう、あれだよね、この女の子もさ、回復してもらえるから、まあ死にはしないものの、こんな毎回ひどい仕打ちにあってみたいな感じの、なんだろう、ネガティブな感情を俺に抱くレベルだよね。申し訳ないよ。さあ、痛い。さあ、どんどん。で、ここら辺からはね、一回ぐらい出るかな。この、もう、なんだっけ、青いランタンみたいなやつを倒していくことで、道が開けるような仕掛けっていうのも入ってくるので、ここなんかはタイムアタックやる人はすごい大変なんだろうなと思いながらプレイしてますけども、ぶっちゃけね、ここ俺タイムアタックするってもね、下手だと思うもん。でですね、ずっと空中ステージというわけではなく、このように、途中ではですね、基本的にいつもと違って常に上側に向かって重力がかかってるんですけども、上側に重力がかかりながらの通常ステージなんかも存在したりします。まあ食らってもね、1回2回ぐらいだったら先ほどの理論通りで特に気にしないで進んでいこうと思うんですけども、弾を取ってうまいこと経由してきたな。オッケー。このね、弾がうまく取れて途切れることなくワープが続けられた時のね、爽快感がすごい気持ちいいんですよ。なんかやっぱこの2回制限っていうのがうまいこと効いてるんですよ、このゲームの制約としても。それをね、無視してな、このずっとプシュンってね、移動できると、やっぱ移動も早いし、なんか好きなところに好き勝手にワープで移動してるっていう、なんかワープアクションの醍醐味をなんか楽しんでる感じになるので、そこら辺はね、非常に痛いよー。さて、痛い。待って、そろ、待って、まずちょっと、オッケー。一回ハートを取ればもうこちらのもんですよ。ね、ハートを取らなければ不安があるが、ハート取ったらもうなんだろう、何にも気にしないみたいなね。ガンガン行こうぜですよ。したいよー。さて、あー、ハート取ってきたい。ね、こういう風にもうほんとね、ちょっと上まで行かないと仕掛けが見えないから、スクロールが難しいんですよ、ほんと。ちなみにね、このゲームね、隠しモードの話もね、しとこうと思うんですけども、実況では今回隠し動画、隠しプレイは、隠しモードはプレイしないから、
あのね、隠しモードが、フェアリーモードって言われる、あの、あくまで女の子ではなくて、妖精さんを視点にした視点で動けるゲーム、モードとかがあって、このスカイステージなんかはフェアリーモードでやるとめちゃくちゃもうスピード感溢れる感じになったりするんですよね。というわけでですね、ようやくスカイが終わったんですが、なんかあんまり良くない音がしましたね。なんかやった感じが。吹き飛ばされた先は、天空に浮かぶ廃城でした。瓦礫の山に突っ込んだ少女は、すっかり目を回してしまいました。ほう。目を回すというのはどういう、もう完全に本気で、なんだろう、目を回す状態ですよね。あの、頭にひよこが回ってるっていうのはもう目回してる証拠ですよ。あの、某格闘ゲームじゃないですけど。というわけでございましてですね、ここからですね、あの、見るとわかるんですけども、もうこの後ずっとサリアっていうところなんですよ。で、まずはね、このサリア空中都市跡っていうところから、どん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 サリアの奥深くに入っていくんですが、さっき、瓦礫に突っ込んで頭回してたじゃん、目回してたじゃないですか。まさかの継続なんですね。ね、頭のバランスが悪いから妖精さんが必死にさせてあげるっていう。で、このステージなんですが、左スティックの操作が一切受け付けません。なので、右スティックでこのフェアリーでなんとか移動させる。で、左スティックでの制御が効かないので、例えば風が吹いてるからちょっとこっち側おいで、なんていうことができない。なので、これですね、このワールド5だけの専用の、ギミックなんですけども、これ以降はこの女の子ちゃんとバケツも取りますから、なんでここに関してはね、その左スティックが使えないっていうのが、非常にミソになってくる。今までもタイムアタックだったらね、少しでも前に進むために右キーを入れて、少女を少しでも前進させながら、このフェアリーでワープしてる、なんていうことが、まあ当たり前の操作だったはずなんですけども、それができないとなるとね、結構制約が大きいんですよ、このステージ見えてる以上に。で、ね、もうこの女の子自体もその、例えばもう今ずっと下に落ちてて、ちょっと針を避けるためにちょっとずらしたいとか、そういうこともできないし、ここなんかはね、なんか、ああ、よう考えられたギミックだなと思うのと同時に、マリオとワリオ感がすごいっていうね。スーパーファミコンにあったね、マウスを使って、前が見えないマリオを妖精で助けるっていうゲームがあって、おや、なんか、おーっていう感じなんですけど、でも多分、だけど作者さん多分知ってるんじゃないかなとは思うんですけどね、ビジュアル的なところを見る限りとかも。そうなんですよね。個人的にね、体験版やった時にね、このゲーム面白いなって思った、もう一個の理由がそのマリオとワリオを思い出したのもあるので、私、スーパーファミコンのマリオとワリオすっごい好きなんですよ。あんまり上手くないけど。そのなんかね、画面上にいっぱい白線があって、白線のところをクリックすると、マウスで。クリックすると床が現れると。で、その床を表すタイミングとか、順番とかっていうのがあるパズルゲーム的な、パズルアクションゲームみたいになってて、なんかね、非常に、まだね、当時で言うとワリオがあんまり流行ってないというか、ワリオの知名度もそんな高くない時期のタイトルなんですけど、個人的にですけどね、ワリオとマリオをはじめとして、ワリオがまだ人気がなかった時のワリオタイトルは大体面白いっていう。ワリオの森とかね。完全にね、今のトーク小学生あたりは何言ってんのみたいな感じになりかねないトークではございますけども。なんて言ってる間に5の2が終わって5の3ですね。あれなんですよ、スチームにもね、説明文に書いてあるんですけど、どこか懐かしい感じがあるんですよ、このゲームって。こんなゲームやったことないんですけど、こんなガンガンワープするようなゲームはやったことはないはずなんですけど、確かに、ビジュアルだとか、そのアイディアだとかっていうところに、なんか昔やったゲームのエッセンスがちょっとちらほら入ってる感じがあって、だからなんだろう、もしかしたらこのゲーム、すげえ面白いなっていう風に思うのは、俺と同じ世代なのかもね。難しいよね、なんか、今の若い人からしたらこんな斬新なゲームって思ってもね、実は昔はすごい流行ったゲームのシステムの使い回しだったとかさ、そういうのもあるから、なんかここ最近のね、ゲームのジェネレーションギャップって難しいっすよね。だってね、もう今はなくなりましたけどね、当時、モンハンが流行った時なんかもね、モンハン買うために PSP 欲しいなんて言ってる人がたくさんいましたけど、今じゃ、ああ、またモンハンの続編かみたいな感じで、その同じゲームが出ても感覚も違うでしょ？ねえ、なんかね、ゲーム業界にいて思うけどね、なんか、本当にね、流行り廃りが動くのが早すぎてすげえなって思うよね。私はね、最新のゲームもやるし、レトロゲームもすごいやるので、ファミコンとかもすごい好きなので、でもあれなんだよね、ファミコンミニだけはさ、なんか昔ね、ゲーム実況で話したことがあるんだけど、レトロフリークを持ってるんですよ。
そう、だからね、ファミコンミニとか買う必要がなくて、だいたいファミコンとか買っちゃうか、ファミコンのソフト自体を買っちゃえばいいだけだから。そう、だからね、なんか、ファミコンミニとかミニスーパーファミコンとかは買ってないんですけど、でもあそこら辺もいいですよね。最近ね、このスチームっていうもののおかげで、個人の方もゲームの販売がすごいしやすくなったし、でね、ミニスーファミ、ミニファミコンのようなもののおかげで、普通の方っていうか、あんまりゲームに明るくない方とかも、昔のゲームにもう一回触れる機会ができたりとかしてて、そこら辺はね、すごいいい文化だなというふうに思うんですけど、ほんとね、この年齢になって思うことはね、もう一回みんなでね、テレビを囲んでボンバーマンがやりたいってすごい思うんですけどね。で、昔はね、同じ部屋でみんなでプレイするが当たり前だったけどさ、今ってどちらかというとあれでしょ？オンラインマルチプレイでしょ？いや、オンラインマルチプレイも楽しいの、すごい楽しいんだけど、なんかまた昔みたいにね、ボンバーマンとかやりたいなとか思うんですけど、そういうなんかね、ちょっとノスタルジックな気持ちとかね、思い出させてくれるところもあるんですよ、このゲームは。私の中でね。それもすごい好きなところですよ。やっぱね、なんか、レベルバランス的にも、多分ですけど、今のゲームって見やすさとかをすごい重視するんですけど、多分このゲームはさっきのスカイのステージの上がっていく上のカメラのその、見づらいとか分かっててやってるんですよね。ね、今のご時世だったらもうあんなもんちょっと触ったらすぐに、あ、これ見づらいな、もうちょっとカメラを下の位置に動かした方がプレイヤー見やすいなとかって気づくじゃないですか。おっと、なんて言ってる間に終わってました。気がつくとそこは、城下町を抜けた城の前でした。少女は城の周囲を回り、城門を目指します。城の周囲ってね、どれぐらいあるのかって話ですけど。ね、そうしましたらこの内容はモノクロな感じの写真でね、城の中から見える、街跡というんですかね、風景を見ている少女の絵が出てきて、ワールドが終わりと。というわけでございましてですね、空中都市跡から、次はですね、縄文前か、に移動します。という感じで、さらにこちらのですね、サリアのお城の中を深く探検していきましょう。バケツは外れておりますので、もうちゃんとキャラクターも少女も動かすことができると。というわけでございましてですね。でも、この6面ぐらいからは正直言って総決算です。なんで、あまり地上もないし、気流はあるし、みたいな。なんで、もうそろそろ操作覚えてきたんだったらできるよね、みたいな。だから逆に言うと、アクション好きはね、この6、7、8はすごい面白いと思う。俺もね、初回プレイ6面ぐらいから、うわ、すっげえ、やっぱ面白いなと思ってプレイしてたんだけど、やっぱね、5面まではいろんなギミックがあるよっていうのを教えてくれるための回っていう感じがあるんですけど、この全部教え終わったから、あとはもうお前の力で抜けるがよいみたいな感じのね、スタンスできてくれるのは非常にね、アクションゲーム好きとしては、おー、頑張るぞみたいな。なんかやっぱり、なんていうのかね、過去やったギミックがもっと難しくなって出てくるのにテンションが上がるタイプ。わかるかな？人によると思うんだけどね。難しいのは嫌いって人もいるし、いろんな人がいると思うんだけど、俺はなんかね、この時あったこのどうでもよかったようなギミックが実はこんなに難易度が高かったみたいなのが気づけるゲームバランスとかゲームデザインシステムはすごい好きで、まだ全然いけるよねと。あと上に登って斜めから抜け、危ね。やばい、ちょっとワープゲージがうまいこと、あー、危ねえ。今のはさすがに食らうと思った、痛い。もうね、多分ね、この5、6面ぐらいから多分私はね、人間としての会話能力を失っていくと思うんだよね。よし、基本的にダメージ食らうことの方が多いから、もうここら辺まで来るとまあね、ダメージ食らうことの方が多いからとか言ってるんだけど、もうなんかね、ツイッターとか見てると、ノーダメージで全部クリアしましたなんていう人もいたりするからね、化け物ってやっぱりいるんだなと思ってるんだけど、痛い。俺このゲームをね、ノーダメージクリアできないわ絶対。フェアリーボードだったらワンチャンあるかなぐらいだけど、よいしょ。まあとりあえずガンガンスリケアしようと、よいしょっと。でね、このゲームあれなんですよ。昔のアクションゲームのお作法もちゃんとあって、まあ次回動画、明日あげる最終回で、ご覧に入れられると思うんですけど、終盤になるとまたね、ちょっと、この、今までのギミックの総決算プラス新しい仕掛けがあったりだとかするので、本当になんだろう。もしもね、パート1とか今このパート2を見て、このゲームにちょっと興味を持ってくれそうな方がいるんだったら、パート3はね、見ないで先にプレイしちゃってもいいかもしれないと思う。
何が待ってるのかみたいな。俺結構ね、一周目はね、ほんと終盤戦テンション上がりっぱなしだったから、痛い。ハートが取れない。危ね。あー、痛いよ。あれだね、うまいこと噛み合わないな。よいしょ。痛い。ここら辺もすごいよね。このスレスレを狙っていってさ、まあ、もちろんながら食らわないようにしていきたいところだけど、はい、あれ？俺今針のいい間を抜けたつもりでいたんだけどな、畜生。このスレスレとかをさ、狙っていくわけだけどさ、パート1で話したけど、このゲームのワープゲージの概念上さ、ダメージを受けた方が早くステージがクリアできるから、とかっていう風にプレイしていくと、なんかどこでダメージを食らうべきかみたいな話にまでなるわけでしょ。なんかね、マリオカートとかのタイムアタックなんかもそうだけどさ、スーパーファミコンのマリオカートはミニターボが一回発動すると、路面に関係なくスピードが上がるっていうのを利用して、ミニターボ中に砂地のところを走らなきゃいけないとかさ、なんか、本来はダメとされているはずなんだけど、この状況に限ってはそれをやった方がいいみたいな。ね、新しい技がどんどん出てくるのもアクションゲームのタイムアタックの面白いところだと思うので、そういうのも考えるとね、なんか、ようもまあ考えられますわな。もう完全にただの、もうね、ゲーム楽しんでるだけの人なんだけど。最初だって耐久待った時にさ、ワープし放題ってどうなのって思ったもん。だけど、よくよく気づいたら全然し放題じゃねえでやんのと思って。よいしょ。あー、ダメね。あー、高すぎる。オッケー。まあなんだかんだ言うてね、6の5まで来てますからね。そこを無事に抜けて、じゃあ今回はこういうことで、つって、綺麗に終わりたいんだけど、まさかの一回死ぬという。痛い。下がってってる。このゲームね、あれなんですよ。無敵時間中はね、重力が効かないんですよ。高さが変わんないの。だからね、こういうトゲの面なんかは、それがね、結構しんどいんだよね。緩やかにキャラクターが落ちると思って、左スティックでキャラクターを動かしてるのに、無敵時間になってるから全然落ちなくて、お前なんでそこにいんのみたいな。なんかね、何度も言ってますけど、この浮遊感自体がね、一回触らないとわからない感じになってるのがね、いいところですよ。というわけで、城門の先には道はなく、庭園の残骸のみが浮いていました。少女は城内を目指し、今は亡き庭園を進みます。というわけで。ね、庭園のところで佇む少女というわけでございまして、こんな感じでございますがですね、次のステージやっちゃうと明らかに20分を突破してしまうところなので、今回はこの辺とさせていただきまして、明日はですね、残りのサリアの崩れ落ちた庭園、城内、そして最後のステージまでをですね、ご案内していきたいと思いますが、本日はこの辺までとさせていただきたいと思います。というわけでございまして、また、明日の動画でですね、続きの世界観を見ていければなというふうに思っております。というわけでございましてね、パート2のエルミアの実況もやってきましたけども、何度もですけど、体験版やってね、ぜひともね、ちょっとイラッとしてほしい。私、人によってね、趣味趣向って違うからあれだけど、俺はね、がっつりこのゲームの、なんだこのワープ、はっていうね、イライラ感がどんどん楽しいに変わったので、なんかね、それはなんかね、共有できる人がいたら、やっぱね、大物、ほら、あれじゃない、なんか、今までやってる実況タイトルだと大体やってる人とかいるけど、こういうね、パソコンで出たばっかりのゲームって一緒にやってくれた人がいると情報共有ができたりするので、なんかぜひともやった上で、なんか、またはね、あれですよ、ヤガミなんか知らなかったけど、エルミアが好きだからつって、この実況動画見てくれてる人もでもいいですよ。なんか、やりとりしたい。ここしんどかったよねとか。なんでね、そういうようなね、ゲームやってくれてる方からのね、メッセージ等もね、引き続きお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでございまして、本日はこの辺とさせていただきたいと思います。ここまでのお会いだった私、八神颯がお送りしました。また次回動画にてお会いしましょう。See you next time. バイバイ。お疲れ様でした。